さあ行きますよ。戦えるやつはもう全部戦っていきますからね。まあまあそれはまあ当然ですけど、このラジオ塔の施設なら私たちの野望を叶えられる。甘いんだな、甘いんだな、本当に蜂蜜より甘いぜ。ポリゴン、お前か、子供たちを、子供たちをなんかちょおかしい状態に追いやったのは貴様か。テクスチャー2、うわかっこいいな。うわ鋼タイプになるんや。アイアンテールをコピリやがったってことか。ほうバカこの野郎。トライアタック、うわすげえ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 、特殊ですな。三属性入れるってこと、特殊やな。ちょっと欲しいな、羨ましい。テクスチャー、テクスチャー2じゃない、ノーマルタイプに戻ったってこと。何したか分からん。器用貧乏やね、器用貧乏これは。いやでもこれちょっとお前電話番号教えといてくれや。無理か、ロケット弾はさすがに電話番号教えてくれへんか。これ君は助けに来てくれたのか。局長なんて言われるとでも思ったか。俺様は偽物だ、本物のふりをして乗っ取る準備をしていたのだ。全部言うてもだ。はあはあ、局長の居場所を知りたいか。いいぜ教えてやろう、ただし俺様に勝てたらな。オッケー、中ボス下っ端ではないね。おーっと幹部やな。うわ6匹、6匹持っとる。レベルも30から、まあ強そうっすね、それなりやね。煙幕は何、命中率ダウンかな。命中率これ以上ダウンはきついな。電光石火で、電光石火は割と命中率は高いですよね。嫌なことばっかりやってきよる。うわやった、ナイス。どうしよう、お前ペロ下げずにこのままとりあえずペロでドガースだけは倒すか。もう結構効くんすよね。おい交代します。ここはもう赤ドスでいいかな。赤ドスでもいけるところまで行って暴れに暴れていけるところまで行って、これあんま効かないんじゃないですか。いやそうでもねえな、そうでもねえな。またチンガーこんなんやろな。いや行けるとこまで行こう、もう一匹ぐらいは行こうかな。30と32なんで一撃で倒せるってことはないかな。うん、もう一回暴れてって感じですよね。いや強いな、強いっす。これで毒る可能性もあるわけやから結構嫌ですよね。よし、これ混乱したと思うんで2体倒してくれたんで一旦 OK で草いきますか。格下ですけどねレベル的には。とりあえずドガース1匹倒してくれりゃいい、とりあえずは。うわくそ、ほんま使えねえ男だぜ。命中率下げられてるけど行くしかねえ。まあ、いつになったら効果は抜群が出てくれるのか。はい抜群ハマった。いやー厳しいな、厳しい。もうメリさんを出さないといけない、強引にパンチでいきますよ。毒ったらもう毒直しながら行くしかないですね。炎のパンチシャーン、爆発せ爆発せ、ほらナイス、よし。
メリさんで完封してやる。また動画です。でここはメリさんで完封いきましょう。雷パンチ、しゃあ命中率もね結構あるんですよね。当たってくれる。ナイス、強っ。苦しくなってきたんじゃないの。シュール、最初は見た目これかよって思ったし、電気ポケモンかよとも思ったけども、メリさん優秀です。本当に優秀。こいつがいなかったらやれてなかったかもしれないですよね。マジで優秀。いやー素晴らしい。こんな姿に C3PO みたいになったけども、よしかった。局長の居場所教える。なんで片言やねん。本物の局長は地下倉庫に閉じ込めている。地下通路の奥のさらに奥、そこまでたどり着けるかな。地下の鍵をもらった、受け取ったみたいなことなのか。どこ見てんの。よし、地下に行くのね。おっとっと、どうしよう。また一回回復しに帰った方がいいかな。意外とね、意外ときついのよ、レベル的に。いやーもう草なんすよ、草がねいまいちだからね。まずは地下行って局長を助けてからってことですよね、多分。あそこ扉開けるのは地下。え、地下どうやって行くの。ここから行くってことかな。いや、小金駅やね。え、どういうことやろ。まあいいか、ちょっと待って、一回回復します。どこやろね。一回であいつと喋ればいいのかな。あれか、地下の通路のどっかに行くのか。なんかここの、この町って地下があったから、そこに行くのかな。そういうことかもしれないです。その鍵かかったところなんてあったっけな。地下の倉庫ってまさにあそこじゃない、あのデパートの地下。え？ですよね、そういうことなんじゃないか。アパートの地下の行けない部分にとかにも通じてるんじゃないか。ちょっと待ってくださいよ、地下、どっかから地下入れたはず。地下通路、あれ？ここか。あ、来た来た。オッケー、来た。よし、来た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 。さらに、あ、これで上か。で、あ、来た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 。よし、ん？ん？は、待てよ、ちょ待てよ。お前の姿見かけたからさ、後をつけたのさ。またロケット弾を潰すの邪魔されちゃたまらないからな。思い出した、そういやお前にも負けたことがあったな。あんなのまぐれだろうが、仮は、うわ、久しぶりやんけ。やるかい。いやもう余裕よで、はっきり言ってごめんやけど、こっちにはね、水ポケおるからね。きっちり水ポケ用意しとんねん。舐めてんじゃねえよ。レベル30のゴルバット、やるねえ。状態上は素晴らしいな。混乱はね、いずれは直さないといけないわけやから。いや強っ、え、強っ、やばいぞ。大丈夫か、いけるか。いった、うわー外れた、やばい、死ぬぞ。さっきで急所でしたからね。
自分で攻撃したら死んでまうまであるぞ。危な。もうペロはここで引退やわ。倒しきれず防御力下げたけど、素晴らしい働きですけども、マジかよ。翼で撃つ攻撃力がかなり、いやー強いっすわ。また効果抜群になってしまう。マジかこいつ。あかん。草は本当にやられるときは効果抜群、やるときはいまいち。代表選手。あのねー、あのねー、あんなもんで翼でしばかれてね、効かないですよ普通は。柔らかい柔らかい、薄っぺらい薄っぺらいでしょ。そんなわけあらへんからね。あでもそれ効くか。ほら、うわー倒しきれへん。ガデマル、なんとか倒した。いやー一戦目からきついわ。マジかよ。ゴースト、アカドスは温存したいので、ここはメリさんで炎のパンチ、シャドーボール来た。持ってるぞその技。特殊防御が下がった。うるせえよ。よっしゃ、ねじ込んだ。オッケー、強。さらに特殊攻撃が上がる。特攻124。新しく光の壁を覚えたい。光の壁、うわ強そうやな。守り系ってことやんね。電気ショック覚え忘れさせようか。光の壁守備系やから、まあいらなくなると思いますけど、ちょっと見てみようか。どんなことができるんでしょう。エスパー反射したりするかもしれへんもんね。特殊攻撃に強くなった。あかん。ソニックブームは特殊攻撃、強引にねじ伏せる。麻痺ってますけど。ニューラ初めてや。ニューラ、ニューもやったしてるけど、なにこれ、え、なにこれ、猫かわいいな。ちょっとな、なにこれ、お色味も好きなお色味。私がニューラ、羽なのか尻尾なのか。ニューラ、あとで時間を見ろ、見よう。よし、メリさんここまでで OK。 マグマらし来るから一旦アカドス、相性最悪のアカドスだぜ。おら、ブボ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 、乗ってけ乗ってけ。いい音してる。ナイス。よし、ここは戦略勝ち。なぜだ、なぜ負ける。最強のポケモンを揃えた。手加減もしてない。なのにどうしてだ。わからんねや。頭が悪いからだよ。あの渡るってやつが言うように、俺にはポケモンへの愛情が、信頼が足りないから勝てないっていうのか。何のことだかわかんない。だからこのまま終われるかよ。こんなところで最強になるっていう夢諦められるかい。諦めへんかったら AC、 別にその自分の哲学でいきゃいいと思いますよ。ただうまくいかへんかった時に反省する心は必要やろうね。まだそのいけると思ってるのはちょっとよくわからないですよ正直。図鑑見よう。ニューモ、ニューモ、ニューモン編のやつがおったよどっかに。ニョロボン、ニューモ、違うな。
ユーマ出てこおら。え？結構後ろやな。っていうことはもう仲間ならへんねや。仲間ならへんタイプのやつやろこれ。ニューラやった。ニューも言ってた。鍵爪ポケモン。おる？あ、おる。え？あれどこ？おる。え、ちょっと気になるな。なんなん鍵爪ポケモンって。属性とか全然わからへんな。あれは、おったよ。最後の方ですか、これ。白金山や。って言われてもね、白金山におるわ。オッケー。迷子だろうがなんだろうが、俺の前に現れるやつは全員倒してやるぜ。あ、ニューモこれら。ニューモ使ってんちゃうやろな、これ。もらったペロス、行くぞペロス。よいしょ。一撃じゃないか。ナイス。弱いなりにペロ頑張っとるよ。もう35歳ですよ。レベルに対して弱いんすよね。やっぱ進化しないと弱いっすよね。厳しいな。どこかのシャッターが開けばどこかのシャッターが閉まる。目的地にたどり着けるかな。何言ってんの。なんか仕掛けがあるってことか。あの壁のスイッチか。あの壁のスイッチのこと言ってるのかな。ペロは毒でやられるよね。うわ、まともに当たるんや。よいしょ。結構食らうっすね、毒。はい、ナイス。入れ替えます。ここはもう仕方がないので、赤で暴れて一気に落としてしまいましょうかね。いいなこいつ、ピキピキって毎回なるし。毎回ピキピキは羨ましいわ。特別感がすごいっすもんね。なんかこいつだけめっちゃ羨ましいねんけど。超レア物の証ってことですよね、あれは多分。ピキピキっていうのは毎回アピールできるんやから羨ましい。レア物なんすよ、ちょっといちいち言わな分からん系のレア物じゃないんやもん。毎回アピールしてくれるんやもん。アピールの方が。ちょっと待って待って待って。みたいなやつがあるやん。あれを押すってことかな。これかな。スイッチ2とか書いている。オフになっている。開いた。ああ、これ敵ですよね多分。ここは開発途中で放り出された場所。何かないかと探っているのさ。誰、あなたは誰。泥棒や。火事場泥棒のノリオ。ノリオこら。ノリオ、サンマの名探偵でもおなじみのノリオっしょ。ワブワブ聞かねえよ。急所に当たって後悔の一つ。何言ってるか分からない。悪いなガーディー。火事場泥棒やから炎タイプなのかな。
今気づいたけど、そういうことなのかな。カジバーやん、気合ダメを覚えたい。うわ、どうしよう、砂かけいいけどね。まあとりあえず、いや気合ダメはあんまり使えなそうやな。結局1ターン気合貯めるってことでしょ、多分そういうことやと思うんですよね。ほんまに火事になるやんか、お前。ドガースとガーディを一緒に買うな、お前は。大事故起こるぞ、ほんまに。よし、テロリストやんけ。地下倉庫に行くのか、やめとき、あそこには何もないよ。これでは開けないといけないんでしょ。クハハ、シャッターの仕組みが分からなくて困ってるな。俺様に勝てたらいいこと教えてやるぜ。いや、分かってますけどね、別に。シャッターの仕組み、全然分かってますけど。してくるんやろ、お前は。あー、一撃で倒せんからね。まあ、ペロ使い続けるのが辛くなってきた。一旦休むか、こいつ。もっと火力の高いやつを使いたいな。やっぱね、可愛さも大事やけど、強いっていうこともまた大事なのよ、こういうゲームは。まあ往々にして強いポケモンは好かれますよね。見た目が多少いまいちでも。分かった、ヒントだ。シャッターのスイッチを押す順番が変わると開く場所も変わるんだ。あ、そうなんや、順番があるんや。あ、しまった、しまった、あ、しまった。え、一色が置いて、これで一応全部オンやけど、うわ、あれ、これはややこしいぞ。全然や、全然ですわ。え、全然うまいことあかへん。あ、やっと開いた。今1だけがオンになってる状態。あー、いけるけど。お前の大事なもの、泥棒してやるぞ。ちょっと何言ってるかわかんない。炎系とガス系で、まあ来るんでしょうな。よいしょ、こう倒せないんですよね。ナイスです。気合ダメやってみようか、一回。ブーバー、ブーバーは、あー、こいつか。気合ダメ、ペロは張り切っている。出ました、炎のパンチ。大丈夫かな、ペロ。大丈夫か、大丈夫か。え、これでもう一発違う技やっていいのか。これ気合貯めた、噛みついたのか。え、嘘でしょ、変わらんやん。気合貯めてからやる行動がまた別なのか、それとも何か違うことが起こったのか。おい、気合貯めた後は必中とかそういうことなのかな。出た。いや、もうブーバー落としてしまって、エロの仕事よこれは。ナイス、ドガース。交代しましょう。ペロはもういい。大爆発させてやるぜ、炎のパンチ。おっしゃ、おら。
ナイス。安定してるなこいつ。人のものを盗んで商売をする、これぞワルのやり方。めちゃくちゃ言うてるわ。気合ダメ。攻撃に気合を込めて急所に、あ、そういうこと、そういうことね。重ねられんのかな、急所ヒット力アップってことか。いらんなマジで、いらん。そんなやってる間にも攻撃してる方が多分強いしね、多分ですけど。そのいらんことやってる時間がもったいないと言いますか。よし、煙玉を見つけた。あ、そうか、ここは行ったんや。で、今ここ、ここに行かないと多分ダメなんでしょうね、最終は。今は1番押してる状態、3押してみる。お、来たか。おう、おう、オフ、オン。うわうわ、マジか。押して順番が大事とか言っとった割には、いやー、どういう変化を。ここ開く、ここ開いてる時に向こうとかも変化してる、してないね。いや、惜しそうやけどな。ここも開いて、あ、これでこれをオフにする。しまった。ルール的なことは全くわからないですね。オンとオフでまず違うものなのかな。スイッチをオンとオフは一緒っぽいっすよね。結局状態としては一緒っぽいよな。ほら、お、いったか。お、いった、いた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 。こうや。迷ったの？いや違うわね。そんな怯えた目をしてないもの。じゃあお姉さんが教えてあげる本当の怖さってやつを。ちょ、怖い。オンオフオフオンオンオフみたいな、もう適当にやってたら開きました。まあまあそんな難しくはない。あんなもん多分通りとしても6通りぐらいしかないはずなので、4通り目ぐらいで当たった感じですかね。毒がすごいな、ここのやつらは。ロケット弾、明日妖怪焼き9コマ、ミスターポポやけど9コマ。オッケー、倒して700。臭い花ね、もういいよ。臭い花両方ともペロが食べてしまいましょう。ほら、悪いエキスが出てそう。めっちゃ悪いエキス出てるよ多分。いやしんどいな、命中率低い技しんどいっすね。アイアンテールいらんわ。もう鋼の技は貴重ではありますけど、あとまあ防御下げることもあるから。でも正直メインで使うのきつい。
特に雑魚戦で使うのきついですね。行きたいところどこへでも行って迷っちゃいなさいよ。これもスイッチか。非常用と書かれている。オンにしますか。お、マシン、なに、怖い怖い。地下倉庫かな、これ地下倉庫臭いな。これ以上先に行かせるか。俺は相手が子供だろうが手加減しない男だぞ。じゃあ堂々とカッコ悪いことを言っている。めちゃくちゃ堂々たるもんですね。ラッター。さあ怖いね。結構これぐらいの体力でも危ないですからね。必殺前は来ると思うんで。あー惜しい。怖い顔した今でもしてんのに。素早さがガクッと下がった。舐めてんじゃねえよ。うわっ、電光石火先んじられる。でもよかった、必殺前歯じゃなくてよかった。オッケーです。手能力見せとけよ。弱いねー、弱い。ゴルバットやばいから交代します。アカドスで暴れ殺してやるよ。暴れしまっていいぜ、アカドス。刺激じゃないか？ナイス。暴れまくっていいぜ。よし。ちょっとどうしようかな。まあ、ペロ 45HP で置いといて、いや、こっからまだきついでしょ、これ。戻るのめんどくさいから、ここは回復して強引に突っ込もうかなと思うんですけど、メリスさんも回復しておいて万が一の事態に備えて、これでいいかなと思いますよね。はい、じゃあちょっと時間かかってるんで次回もここから行きたいと思います。